エリガボ、エリガボは、ソマリアのサナーグ州の行政中心都市。住民は、ダロッド氏族の氏族、ワルサンガリが多い。現在はソマリアから独立宣言したソマリランドが実効支配している。エリガボの道、エリガボは、比較的大きな町であるが、近隣の町とつながる道路は良くない。昔は急斜面上にラクダが通る細い道がある、のみだった。現在の道路は、 第二次世界大戦中、イギリス軍が、イタリア兵の捕虜を使って作らせたものである。エリガボには固定電話、携帯電話のいずれもあり、住民のほとんどはこれを使用できる環境にある。業者もゴーリス、テレサム、テルコム、ウェーラテレコム、STC ソマリランドなど数多い。空港コードエラのエリガボ空港がある。エリガボには、技術系の科目を教える、サナーグ大学がある。 設立は2009年2月。牧畜が主要産業である。ヤギ、羊、ラクダなどを遊牧している。ソマリア国外からの送金も主要な収入源となっている。また、この地より昔から入港などが出荷されている。エリガボは古くからソマリー族のワルサンガリ氏族が住んでおり、イギリスに支配されるまではワルサンガリスルタン国の一部だった。 ただしワルサンガリスルタン国の中心都市は海岸沿いのラスコレーである。エリガボはイギリス領ソマリランドの中でベルベラ、ブラウと共に高校を持っている3都市の一つだった。1945年の調査によるとエリガボに設けられたレストランの数は4であり、ハルゲーサの66、ベルベラの32、ゼーラの9、ボラマの6。 ブラオの32と比べた街の規模を察することができる。1950年代、ダロッド氏族の氏族、ダルバハンテと、イサック氏族の氏族ハバー、トルジャロが、このエリガボやブラオ、ラスワノドといった都市で争いを起こしており、プントランドとソマリランドの争いのもとはこの時にすでに生じている。ソマリア内戦の開始早々、ソマリア北西部に住む氏族イサックが、 軍閥ソマリ国民運動を作り、ハルゲンサ、ベルベラ、ブラウと共に、エリガボを拠点として抑えている。ソマリ国民運動の勢力範囲の東端が、エリガボのあたりであり、それが1991年に独立宣言した、ソマリランドの実行勢力範囲にもなった。2009年には、ソマリランドの治安部隊がエリガボでハイジャックファンを逮捕している。2010年に、 サナーグ地区で行われたソマリランドの選挙管理委員会がプントランドから来た役人に追い出されるという事件も起きている。エリガボの北には東西方向にカルマドー山脈が横たわり北東にはソマリア最高峰で標高2416メートルのシンビリス山がある。エリガボはソマリア国内では1980年代にアフリカのロバが観察された。 唯一の場所である。周囲には野生動物も多く、セグロジャッカル、ドルカスガゼル、マントヒヒ、イノシシ、コビトマングース、アオハシコウ、カンムリクロクマタカ、シカレイヨウなどが見られる。ありがとうございます。